エンフォーサーはスウェーデンアルビカ出身のヘビメタルバンド。2000年代末からニューウェーブオブトラディショナルヘビメタルと呼ばれる音楽性を持ち、80年代に英国を中心に起こったノワブムを起源とするヘビメタルバンドに強い影響を受けている。上記の要素に加え、エキサイターやアンビル、初期のメタリカを思わせるオロフビクストランドのハイトーンボーカル、助情性を含んだ ツインリードギター、パワーとスピードメタルの疾走感あふれるサウンドが特徴である。2004年にオロフビクストランドのソロプロジェクトとして立ち上げられる。一人で全パートを録音し、デモ、エビルアタッカーをネットに公開した。アメリカのレーベル、ヘビーアーティレリーからコンタクトがあった。デモの2曲が同レーベルのコンピレーション、スピードキルズ・アゲインに収録された。オロフは、 エンフォーサーをバンド体制へと変化させ、オロフに加えて、弟のヨナス・ビクストランド、アダム増手が加入し、3人組となった。しかし短期間で、オロフがボーカルに専念するため、アダムがギター、ヨナスがベースに転向し、ヤコブ・リュングベリーがバンドに参加し4人体制となる。しかし、ヤコブはごく短期間で脱退し、ヨナスはドラムスに再転向し、ヨセフトールが加入した。 バンドは2007年末から2008年初頭にかけ、スウェーデン、ノルウェー、ドイツ、フランス、ベルギー、オランダ、イギリスなど、ヨーロッパ各地をツアーしている。2008年3月、デビューアルバムの制作を開始。同年11月、ファーストアルバム、Into The Night をリリースした。アルバム発表後、ライブサウンドの強化を図るべく、ヨセフがギターに転向。新たに、 トビアス・リンドクビストが加入、ツインリードギター編成となった。2009年2月からヨーロッパツアー、8月から9月にかけてアメリカツアーを行った。2010年2月、セカンドアルバム、ダイヤモンズを発表。同アルバムはイギリスのイヤーエイクレコードからリリースされた。5月にヨーロッパツアーを開始。さらに、日本でも同年10月、セカンドアルバム、 ダイヤモンズとファーストアルバムイントゥーザナイトと同時発売する形でデビューした。2011年1月、スウェーデンのミーンストリークと共に初来日。日本のソリチュードを加えて東京で公演を行った。日本公演後の3月、ギターのアダムゾーシュが脱退。しかし新たなギタリストは迎えずに、オロフがギターを兼任する形で活動を継続。 4月からヨーロッパツアーを行う。2012年、大手のニュークリアブラストと契約。翌2013年、バンド自らのセルフプロデュースの下にサードアルバム、デス・バイ・ファイヤーを発表。日本版にはボーナストラックが1曲追加されている。2月よりエンジェル・ウィッチ、グランド・メイガスと共にヨーロッパツアーを行ったほか、5月には初の南米公演を行った。 10月にラウトパーク13に出演。2014年にはカナダのスカルフィスとオランダのバンダーバストラと共に30公演にも及ぶヨーロッパツアーを行った。2015年3月、ホースアルバムフロムビヨンドを発表。オロフとヨナスがミキシングからマスタリングまで手掛けた。日本版にはカバー曲が3曲収録された。ボーナストラックが追加された。 同年11月からヨーロッパツアーを経て初のシンガポール、タイで公演。ジャパニーズアサルトフェスト15のヘッドライナーとして3度目の来日を果たす。このツアーではギターのヨセフが個人的理由により同行できず、サポートとしてヨナタン・ノルドバルが加わった。12月2013年に行われたラウトパーク13のライブ DVD と 同年2月のギリシャ公演の音源に新録3曲を追加したバンド初のライブアルバム、Live by Fire を発表。2019年、ギターのヨセフが自らがボーカルを務めるバンドボージドの活動に専念するためだったサポート参加していたヨナタンが正式メンバーとなった。4月、前作から4年ぶりとなる、フィフスアルバム、ゼニスを発表。日本版には、 ボーナストラックが一曲追加されている。今作では、オロフ曰く、最も野心的なプロジェクトとして、これまでのスピードメタルナンバーだけでなく、LA メタル風のミドルテンポによるポップな曲をはじめ、悲壮感漂うピアノの前奏から始まるバラードタイプ、さらにジャズファンクなどの要素も取り入れ、使用楽器もピアノ、シンセサイザーを大胆に導入するなど、音楽性を大幅に押し広げる作品となっている。 ちなみに、これらの鍵盤楽器はすべてヨナスが担当している。2021年3月、2019年8月に行われたメキシコでの公演を録音した2作目のライブアルバム、ライブバイファイア2を発表。本来はライブアルバムではなく、ライブビデオを発売する予定だったが、ライブビデオは日本のみリリースされている。ちなみにこのジャケット写真は、 一般人が撮影した本物のライブ写真であり、オロフがインターネット上で見つけ、撮影者の許可を得て採用されたものである。ありがとうございます。